お疲れ様です。久しぶりの車ネタというか、今回ちょっと実験ですね。買ってみました。こちらです。カロッツェリアの TSSTX510B です。でこれなんですけど、サテライトスピーカーですよね。はい、なんか、車の後ろとかにつけて、臨場感出しましょうみたいなものなんですけど、こうふとした疑問というか、僕はだいたいというかもうほぼ全部その車で鳴らすオーディオっていうのは、その CD の音源をUSB メモリーに取り込んで、で再生してるんですけど、CD 音源っていうのが収録される音っていうのが 44,100Hz ですか。それを、データとしてこう入れた時に、その半分の、だいたい2万ちょっとぐらいの周波数の音がこうデータとして入るわけですよね。ツイーターの代わりにそのサテライトスピーカーを置いたらどうなるのかなっていうのが気になってきて、家で聞くような感覚で正面から中高音ですねがこうドンと来るのかなってこうふと思ったんですよね。はい。で、このサテライトスピーカーが、再生帯域が 100Hz から 30,000Hz ということで、僕が聞いてる、車で聞いてるデータのカバー範囲には周波数上は入ってるなっていうのがあって、でさらに言うと、人間の耳が、そもそも20,000Hz ぐらいまでしか聞こえないとだいたい言われていて、で聞こえないけど体で感じるみたいな、なんかそういうのを、おっしゃってる方もいるんですけど、なんか僕はちょっとその今のところ実感がないので、それも含めてちょっと今回このサテライトスピーカーとツイーターを入れ替えてどうなるのかっていうのを、体感してみたいなと思います。はい、よろしくお願いします。